こんにちは、旬代理メンバーのすずです。本日はですね、今後数年間で飲み込まれる危険性がある就職すると危ない業界と、逆に今後伸びていくと予想される業界や企業について池上さんに紹介してもらおうと思います。で、まあ、伸びていく業界とかだけじゃなくて、伸びていく伸びていかない職種みたいなところについても説明していただこうというふうに思っているので、ぜひ最後まで見てください。ということで、今日業界を紹介していただく池上コフさんです。こんにちは、池上コフです。で、まあ、この動画で、ね、今から伸びない業界とか伸びる企業業界について話すんですけど、この情報を完全に鵜呑みにするのではなくって、自分でもいろいろ情報を調べながら志望企業を決めてもらえればなと思います。早速、まず今後されるの飲み込まれていく業界からトップ3で紹介お願いします。じゃーんとなっております。はい、1が小売り、はい、Facebook、Amazon、Google、 そういったメガプラットフォーマーが置き換えたマーケットが、まあ、小売り、あとここに書いてないけどメディアもそうですね。なのでもう1番はすでに侵略済みみたいなところあります。今日のちょっと全体的なテーマがありまして、はい、デジタル化による破壊、これがやっぱり今後10年20年、まあ、業界の変化を決めるだろうということで、それを意識しております、はい、でちょっと飛ぶんですけど、3位は、はいはいはい、ちなみにこれからちょっと侵略される予定の場所と、ということになっておりまして、まあ、一旦小売がやられた後にですね、まあ、次 IoT って言われてますね、はい、製造業のインターネットオブシングス、物のインターネット化なんですけど、まあ、それに伴って製造業もサービス化して、まあ、かなり業界構造が変わるというふうに言われてますので、はい、まあ、もう一旦もう占領された場所と、まあ、次に迫ってきてるぞっていうところを1位と3位に挙げてまして、はい、で2位は全然違う観点から挙げてるんですけど、まあ、銀行って書かずに地銀って書いた理由、これはですね、免許があるんですよね。銀行の免許みたいな。そうです、県ごとに免許があったんですね。で同じように都道府県ごとにあるものって他にもあって、まあ、新聞なんかもありますし、放送局もこれ県域免許で県ごとにあります。なので2番はですね、ちょっと既得権になっているものですね、まあ、これっていうのは、まあ、やっぱりちょっとずつその権力っていうのがなくなっていっちゃうということで、30年後回考えたら厳しいかなっていう感じですよね。地銀の仕事はなくなっちゃうって言われてるんですか。まあ、そうです、地銀の意味がなくなっちゃうと、まあ、これもそのデジタル化と関係あるんですけど、うん、まあ、デジタルでどこにいてもどんなところでも商売ができるっていう風になったら、もともと県で区切ってた意味がなくなっちゃうんですね。インターネットバンキングとか、あと電子送金が無料になったりとか、窓口行くことだってない減ったよね。まあ、そういうふうにちょっとやっぱデジタル化によって、そういう物理的な免許とかがまあ消えちゃうよねみたいなところ。この3位以内とかに就職しても別に問題はないって感じですか。まあ、国に守られて、まあ、10年間生き延びた後、一体その人はどうするんだろう。じゃあ、まあ10年はまあ10年はいける。転職もちょっと難しいかなって感じですか。そうですね、やっぱりね、共通するんですけど、生き延びられる10年間は、うん、力がつかないですよね、ビジネススキルがね。わかりました、ありがとうございます。みんなこれから就職するんですよね。本当に。でそれぞれのちょっと企業が大丈夫か判断していただきたくて、まず私が行くのは IT サービス、はいはいはい、ゲーミングは OK ですね。あ、大丈夫です。ゲーミングインダストリーは伸びます。ただね、もうゲーム市場自体も伸びてるし、ゲームに関連する周りの市場も大きいから、ゲームは周りですね。だけど日本のプラットフォームみたいなやつは物によってあるでしょ。海外展開していけば、あ、そうそう、海外展開会社も、そうそうそう、でも、はい、次コンサル、コンサルもまあまあセーフです。80点、80点ありがとうございます。90点、90点、なんか儲けたんですか。で残りの20点は、まあ、やっぱり AI が資料作成とかプロジェクトマネジメントとかが、まあ、やっぱり IT に変わっちゃう。次、逆に伸びる業界と企業について、まず業界をトップ3で紹介してください。はい、はい、これから伸びる業界、デデン、おお。1位 IT、 2位金融、3位ブランドですね。はい、 IT はさっき出てきた通りメガプラットフォーマー強かったよねっていうことで、 Apple とか Amazon とか同じメンツかどうかは分からないけれども、まあ、テクノロジー関連の会社っていうのが、まあ、引き続きいろんな業界をディスラプトしてトランスフォームさせていくと、はい、新しくしていくという感じですね。え、 IT の中でもなんか具体的な企業名とか
お聞きしてもいいですか。まあ例えばですけど、ネットフリックスとかキーエンス、まあまあ、なんでキーエンス上げたかというと、工場持ってないと、製造業は危ないとかって言ったけど、工場を持ってないことによって逆にちゃんとマーケティングをしてるお客さんのニーズを掴んでると。あとはリクルートですね。リクルート、はい、M&A がうまくいきましたね。組織もそこからうまくまたまとめ上げてみたいな感じで。サイバーとかも IT に入ってきました。あ、サイバーさんもいい会社ですね。なんかもう IT ど真ん中です。いい会社。IT の中でもどういうところがやってどういうところがダメとかって見極めポイントありますか？ないです。これね、結構この辺とも関係あるんですけど、企業の競争力っていうものを、はい、まあ、担保しているものがいくつかあります。はい、一つはデータですね。うん、データを、まあ、いっぱい貯めてる会社は日本に多いんだけど、活用してる会社、まあ、これはかなり強いですね。2つ目はネットワークですね。これもちょっとネットワーク効果って言ったと思うけど、そのネットワークに参加してる参加者数がいっぱいいるっていうのが競争力になります。で、3つ目は、ブランド無形資産なんですけど、まあ、これはちょっと3番とかぶっちゃうので、はい、でも IT 企業においてもそういう機材とかブランドとかを、まあ、競争優位性として持っている会社はありますよね。ありがとうございます。じゃあ2位続いてお願いします。はい、まあ、これは置き換えられたり構造改革起こるよと言うんだけど、金融自体はなくならないですね。で、今のプレイヤーがここに残れるかは未知数だけれども、金融は引き続きあり続けますと。で、この金融が大事なのは無形資産を扱っているからですね。形があるものがやっぱり一番壊れる、うん、で、金は形がない、で、情報も形がない、ブランドも形がない。ほんとだ。物理的に質量があるものはやばい、質量がないものに就職しろ。わかりました。はい、で、金融で就職するといい企業ってどこでしたっけ？コインチェックとか、あ、そういうとこに行ったらおもろいと思うけど、まあ、そこまでリスク取れなかったらマネックスさんとかね、とか、まあ、もしくは普通になんか三菱銀行とかに入ってそういう新規事業部門に行って修行して将来そういうところに行くってもいいかもしれないですね。じゃあ最後第3位、ブランド。ブランドって何ですか？置き場がなくていい資産性の高いもの。でも広く言うと知財全般を指してるので、フランチャイズはもうブランドなんです。セブンイレブンの看板を掲げさせてください、ココイチの看板を掲げさせてください。でも営業は違う人がやってるわけですよ。フランチャイズ本部もブランドですね。なるほど。じゃあそのブランドの中で特に伸びるであろうっていうふうに考えている企業とかってありますか？でソニーとかはすごい良くて、あの天下のソニーさんでさえも FGO が業績に、ね、関わってくるということで、これもまた日本ならではですよね。ありがとうございます。じゃあまず伸びる職種について教えてください。はい、一つ目は伸びない職種の特徴としては